平家の落ちうどとは、自称、樹栄の乱において敗北し僻地に隠遁した敗残者のこと。主に、平家の一門及びその老頭を、平家方に加担した者が挙げられる。平家の落ち武者とも言うが、落ちうどの中には武士に限らず、苦行や女性や子供なども含まれたため、平家の落ちうどというのが、一般的である。こうした、 平家の落ちうどが特定の地域に逃れた伝承を俗に、平家の落ちうど伝説などという。今日、日本各地において、平家の落ちうど伝説が伝承されている。源氏と平家とが死由を決した、源平合戦において、平家法が敗退を繰り返した中で発生した、平家法の難民であり、残党の追分から逃れた者が、落ちうどとなって各地に潜んだことから、 様々な伝承が伝えられるようになった。武士に限っては、平家の落ち武者と呼ぶ場合もあるが、落ち伸びたのは、武士だけではないことから、平家の落ちうどという、言われ方をすることの方が、比較的多い。そうした、平家の落ちうどが潜んだ地域を、平家国、平家塚、平家の隠れ里、平家の落ちの里などという。平家の落ちうど伝承にある誤解としてよくあるのが、 平家の落ちうどの末裔がすなわち、平家一門の末裔であるという混同である。確かに、平家一門が落ち伸びたという伝承も少なくはないが、平家の落ちうどという呼称が意味するものは、平家方に組みして落ち伸びたものであり、平家の老頭の場合もあれば、平家方に味方した武士の場合もある。中には、創作や脚色された、 信憑性の薄い伝承や語伝に基づく話もある。戦において、落ちうどが発生することは珍しくはなく、平家の場合も例外ではないが、該当する家系と隕石関係となった間接的な血筋までも、平家の落ちうどを称する場合があり、苦伝を基本とする平家の落ちうど伝承が語伝したり、曖昧になりやすい側面もある。あとに、 平家の残党が起こした3日、平氏の乱やかつての平家法上助職の起こした無本、などを見ても、平家の落ちうどが存在したこと自体は、間違いないが、もともとが逃亡、潜伏したものであるため、歴史学的に客観的な検証が可能なものは、少ない。学会で平家落ちうどを研究したのは、柳田国夫、松永五十一、角田文枝であるが、証拠が、 あまりにも少なすぎるために推測を交えざるを得ないことから学者の間でも説が食い違うことはよくある。以下の平家落ちうど集落の否定でもある学者は平家の落ちうどの存在を肯定するが別の学者が否定しているケースも少なからず存在している。例えば柳田が全否定した沖縄の南総平家については奥里小立や大川樹日など 沖縄の郷土市屋の間では、肯定的な意見が強い。角田が肯定した津島宗家の平家松永説も、他の学者は、否定的である。といった具合である。問題をややこしくしているのが、柳田や松永が指摘している、平家落ち道伝説鉄造説である。例えば、ある地方の平家伝説は、安土桃山時代に突然発生したものである。柳田の調査によれば、 この時期に、大江の記事士集団が、領主から命じられてその地域に入植している。記事士は記事士文書と呼ばれる、自己の正当性を主張するための宣伝文書を、創作するのに長けた人々であった。記事士はその土地に伝わっていた話をもとに、平家物語等によって、平家を中土伝説を捏造したのではないかと、柳田は考察している。 これらの構成の鉄造文書が非常に真実の探求を妨げているのである。平家の落ちうどは大抵山の奥深くや離れ島や古島などに存在している。そのため平家は人口が少ないところや山間部や谷間など人が寄りがたいところに里を築く。食器や生活用品を洗ったりするときに川に誤って流してしまったり山中に落としてしまったりして、 外部の人間に気づかれることもある。ただし、気づくのはごく少数であり、平家の地獄の隠れ里にたどり着くのも少数である。こういった場合、再度隠れ里に行くことができなかったり、川上から、漆塗りの器が流れてきたりすることから、隠れ里自体を妖怪化して考えることがある。このため、平家の隠れ里が、隠れ里として神秘的な存在に取られることも多い。 平家の落ちうど部落は、隔離集団であり、住民が数人程度の共通の祖先にたどり着く例も、ある。日本各地の代表的な、平家の落ちうど伝承のある地域は、以下の通りである。いやの平家屋敷、ありがとうございます。